重症専門整体 TV の三田翔平です。いつも高評価、チャンネル登録いただきありがとうございます。はい、今回なんですけども、今回は腰痛になる原因と最短でその腰痛を治す対処法について紹介していきます。はい、ではね、まず対処法に行く前に腰痛になる原因についてお話していこうと思うんですけども、一番原因となっているところ、股関節なんですね。早速実践いきます。一つ目は、これね、足組みます。片方だけね、足組みます。足組んだ状態で、右手は、こっちの右足をぐーっと押さえます。はい。で、このまま上体ぐーっと前に倒していってみてください。必ずこれは、足行きすぎたり、手前すぎてもダメなので、ちょうど、この足のくるぶしが、反対の太ももに乗るような状態。で、右手でこう押さえていく。で、このままぐーっと倒していきます。で、これ必ず、こうなったりとか、こんな感じにならずに、まっすぐきちんとぐーっと、いきますね。ぐーっと倒していきます。はい。これまた20秒いきます。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、20。で、次は、ちょっとベッドこうしましょうか。こういう状態で、また右足ぐっと上に、反対の方向の足に、の上にこうやって乗せます。乗せた状態で今度、左手で膝を抱えます。で、反対の手で、これをぐっと、反対の手をぐっとこういうふうに、なんていうかな。プロレスの、こういう格闘技のこういうチョークスリーバーみたいな感じですよ。ぐーっと。足を反対の手で引っ張って、こんな感じ。はい。で、もう結構硬い人は、これだけで結構お尻ね、この大臀筋ね、ぐーっと伸びるんですけども、柔らかい人は、柔らかい状態の人は、さらにちょっと、右でやってるんで、左方向に引っ張りながら、ぐーっと回ります。ぐっと回っていただけると、さらに文字なんか伸びるんで、正面から見ると、こういってますね。反対の手で引っ張って、こんな状態です。こんな状態。こうです。で、余裕ある人は、左方向に引っ張って、頭もちょっとギュッと回る。OK。これ20秒いきます。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい。これ2つ目。やりましょう。余裕があれば、2セット、まあ3セット、やってあげてもいいですし、無理のない範囲で、やってもらえたらなと思います。はい。では今日はこれで終わっておきます。次回またお会いしましょう。